皆さん、突然ですが、PUBG モバイルの裏技、知りたくないですか？そう、今回はですね、ちょっと怪しい、面白い、気になる人の動画をちょっと見ていこうかなと思うんですけど、BYG さんっていう方がいらっしゃって、それと日本に住んでる外国人の方なんですかね。多分そうなんですけど、DM いただきまして、その DM からちょっと面白かったので、ちょっとこちらご覧ください。はい。で、こんな DM が来たんですよ。マガレスさん、よろしくお願いします。僕は裏技の動画を出してますと。マガレスさんの動画すごく面白いと思いますよ。めちゃくちゃ初対面でいきなり上から物申されて、僕もよく見てます、日本語上手です。で、僕も知ってたんですよ、この人のこと。で、裏技をよく出してる方で結構面白いんですよ、日本語も結構その上手で。で、そんな感じでちょっと DM 返してみたんですよ。で、なんて来るかなと思って、でしたらすごく嬉しいです。やっぱり YouTube やってよかった。マガレツさんの動画は、中学1年生から見てた、面白いなって思っていました。いつかマガレツさんとコラボできるくらい登録者増やしたいですね。すごい語っちゃってるわけですよ。で、僕が、もし可能であれば BYG さんの動画を僕の YouTube で紹介してもよろしいですかってちゃんと聞いて、でしたらこんな回答が聞きました。え、いいんですか？本当にありがとうございます。めちゃ嬉しいです。ぜひお願いします。すごく嬉しいです。と。こんな回答が来たんですよ。この方マジで動画めちゃくちゃ面白くて、若干ちょっと大丈夫それ紹介してみたいなのがある動画もあったんで、そこは僕紹介しないんで。ちょっと、そこグリッチじゃねみたいなのは何個かあったんですけど、まあ一応ね、YouTube すごい頑張ってるし面白い方なんで、僕はね、なんかみんなで使える裏技みたいなのをちょっと一緒に見ていきながら、まあその方の動画ね、まあ単純に言うと面白いので、ちょっと突っ込みながら見ていこうかなと思います。はい、じゃあということで、まずはですね、僕もね、学ぶためにいろいろ見てて、で、この裏技すごいなって思ったのをね、ちょっと見ていこうかなと思います。はい、さあ、見ていきましょう。ういうポップアップ出てるけど、セッティングの。こういう形の家で敵をすごい詰めていく時もすっごい殺される。あ、そこに車止めるんだね。グレネードしても敵が芋って全然死なない。そういう時は俺の動画見るんだ。こういう感じでジャンプしたら。ちょっと待って。なんて気になるな。気になるな、今の言葉。もう一回聞いてみていい？すごい殺されるんじゃないですか。しかも、どんだけグレネードしても敵が芋って全然死なない。そういう時は俺の動画見るんだ。こういう感じでジャンプしたら。わかりました。見ます。ここに乗れます。そしたらもう、ボッコボコに殺してください。だって、みんなの気持ちもわかる。どんだけ殺されたの、みんなの気持ちわかる。こういう感じでボッコボコにして殺してください。はい、次の裏技です。いや、おもろくない？裏技はすごいんだけど、俺ね、この人の動画見ててね、全く入ってこないのよ。その裏技方法が。ちょ、この動画見ていこう。次の裏技はこの家に乗れます。この家に乗ったらはね、みんな、ああ、そう、ミルタパーね。あ、俺の紹介した視聴者さんの動画でもね、使ってた人いたわ。はい、こんな感じでバギーを結構スピードで持っていってください。気をつけてください。はいはい、ブーストのボタンはね、上に登ってる時も絶対に離さないようにずっと押してください。へえ。こんな感じに、登っていく。へえ。ずっとブーストのボタンを押したらこの上に登れるんです。これすごいね。ここすごいね。確かにここだったら結構どこらでも射撃できそうですね。安心して殺してください。安心して殺してください。わかりました。ここ登るのはね、このチャンネルに教えた裏技かチート使ってですよね。だから言ってんだよ俺最初から。いや、なんか独特な喋り方で面白いですよね。じゃあ次の裏技見てみましょうか。ちょっと俺もね、これはね、使ったことある裏技なんですけど、みんなにもね、紹介しておきたい。こちらですね。こういう形の家に詰めていく方法を教えます。はい、ポチンキですね。ここにピーピーしてる敵をいるから絶対そこからは詰めていくのはやめてください。はいはいはい、突撃するなと。俺が来てる場所に来てください。こういう石に来てまたあっちジャンプしたら、うんうん、また裏取りできるんですよね。そしたらもう自分による殺してもいいけど、こいつね、本当にいい裏技で殺したので、うん、その後、はい、エモートしてもいいと思います。敵をめちゃめちゃムカつくと思うからエモートした方がいいんじゃないかな。はい、煽り推奨入りました。ここ詰められるようになったり裏取りできるようになったら強いですよね。敵のはやめてください。別の方法を教えます。別簡単にできます。はい、はいはい、ここの石に乗ってください。そしたらあのドアの方に一回ジャンプする。あ、確かにそこ登れるね。またジャンプしてどん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 あっちの方向かう。あ、これで裏取り取るんだ。ここにめっちゃ気をつけてください。落ちチャンスが多いので、うんうん、そしたらまあ、うん、もう分かってるだろみんな、殺してもいいけどあってもいい。おい、分かってるだろみんな言うたよね。いや、おもろすぎやろこの人。のでそしたらまあ、もう分かってるだろみんな、殺してもいいけどあってもいい。あおってもいい。もう煽り推奨なんですね、基本的にね。基本的に煽ってくれって言ってます。これはもっと簡単。はい、こんな感じで横にジャンプしてください。いやいや、これすごいよ。一発で正確にいけるの。乗れるんですけど、はい、ここから殺してもいいけど
あの敵を煽りたい場合はこうやって回っていってもいいんじゃないですか。絶対煽らせようとするんだよね。まあこれはさっきと一緒ね、はい、ここに着いたら、うん、まあこいつ殺すってことですね。時間無駄にしないでまあ煽ってもいいけど、それはその時の自分によります。はい、お次はですね、こちらなんかね応用効くなと思ったね裏技なんですけども、こちらご覧ください。はい、まずは敵の位置バレる、新しいアップデートでさ敵の位置バレるやつ、それに乗ってから登るってことね。そしたらこの上に乗ってもう一回ここの方に向かってジャンプすれば簡単に、これ応用効きそうやね。普通に敵詰めてくる時これ使ってください、はいはいはい、なぜかっていうと普通にここいるって思わないから、うん、なんかここに投げながら下の方に銃撃ちながら詰めてくるから簡単にダウンすることできます。確かにそこ結構最終アンチにはなりやすい感じはしますよね。はい、じゃあということで、なんか 2,3 個裏技を紹介している方のね動画をピックアップして紹介させていただいたんですけど、裏技を紹介する方を紹介し、みんなに裏技を紹介するっていうわけのわからない動画だったんですけれども、面白いなと思っていただけたらね、高評価などよろしくお願いいたします。それでは時間も余ってますので、イエティとねドンカツを取っていきましょう。それではやっていきましょう。マガ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 レツのゲーム実況。ちょっと待って、こいつなんだこれ。うわ、鬱陶しいやついるわ。鬱陶しいです、アホ。ナイス。すごいよね、このうるさい俺の配信を。てか俺も4時間ぶっ通して殺ってんじゃん、すごないクソうるせえよ。だってごめん、でも見てくれてるんだね。お前も優しいやつだな、本当にありがとう。これからもよろしくな。父親が起きました。受けない。声ちっちゃいな。俺の声で、ちょっとマジうるせえそいつ誰みたいな。やめてよ。もう夜なんだけど。毎日マガヒのアーティアイム聞きながら寝てます。そして絶叫で起きます。それ不眠症になりそうだね。大丈夫なのそれ。不眠症だな。俺の声で寝て、俺の叫びで起きるみたいな。心配なのよ。ナイスナイスナイス。うれえ。格殺係になってんの受けんだけど。待って、俺格殺係だったんだけど今。いや、みんな寝れるときは寝てくださいね。俺の配信で眠そうになっちゃったらちょっと悲しいので僕が。逆にな、それは見てくれてるのにもかかわらず、あ、寝かせてあげられないのか俺の配信は、つって。うるうるうる。よろしくお願いします。イエティグッズ？バカ野郎。ねえよ。イエティグッズね、今イエティグッズ作っちゃダメだよ。だってもう絶対イメージ変わるもん、次のゲーム行った時に。もう今年変わるよイエティ多分。今年か来年でしょ。だってエペも負けんの。イエティとか言ってるけど、イエティのスキンはないからね向こうには。エペの話。そう、いや、パブジーやめさせようとしてるの。出たらやめるでしょ。逆に真剣にやんないの。お前二足のわらじ履こうとしてんの。嘘でしょ。中途半端俺嫌いなんで、俺絶対一個はね間違いなくスパッと切るよ。マジで？当たり前じゃん。中途半端にやるの嫌だから俺。そうか、お前そういう中途半端な気持ちでいたのか。それはダメだわ。許せん。いいかイエティ、俺と組んでおけばいいことあるぞ。いいかイエティ、俺と組んでおけばいい。聞けよ、止まれって。俺と組んでおけばいいことあるから。怖い。大丈夫だイエティ、逃げんなって。悪いこと言わねえから。あんなことやこんなこと、俺と組んでおけば何とでもなるからさ。怖い。洗脳していく、みんなの前で。みんな聞こえて。ジョジョの6部やるね、アニメ。全然見てない。マジで、うわ、お前人生の8割損してるわ。いった、もう上手くね、あいつ。え、ジョ。めちゃめちゃうまいね、この人。めっちゃうめえ。めちゃめちゃうまい、この人。俺、あれがないわ。なんだっけ、回復薬。あ、作るよ。車乗りたい。カモン。ベイ6部やるよ、ジョジョ6部。いや、マジ超楽しみ。超見たい。俺もうジョジョ全部見てるし。漫画はそんなに全部は見てないかな。アニメは全部見たんだよね。もう大好き。ボブが大好き。ジョイのジョバーナ。小野賢章さん。大好きすぎる。無理だ、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 無理だ。でも俺の場合これは行くしかねえんだ。頑張って。俺は男だ。目の前一人。ナイス。ナイス。酔っちゃうからアニメ見れない。ま、アニメって酔うの？アニメって酔います？画面酔いすんの？カメラワーク的な。だいぶ、船酔いとかもすごそうだね。アニメで酔うんだら。もともと持ってるんじゃない？なんか。そう、三半期間。それ。それが言いたかった。おぉ、三半期くーん。あ、ジョジョグロいね。首取れたり、首曲がったりするもんね。
あー絵のタッチが見てて具合悪くなっちゃう。へえ。でそれ全部のいいアニメなのかな。でそれ三半期間悪いでしょ多分それ。アニメで酔うって初めて聞いたな。OK。ナイスうまい。ナイスの勝ち。皆さんよかったらフォローよろしくお願いします。ライドン、ありがとうございました。ありがとうございました。今日はこれにて終了のお知らせ。終了。